冷凍食品の美味しさについて知っていただくためにカレー客実験と反応検査を行っていきます。カレー客実験というのはマイナス戻り保ったカレー客状態の水に少し力を加えると一気に凍ってしまうという現象です。こちらは冷凍食品作る工程で行われている急速冷凍を目の前で体感していただくために行います。その後こちらの反応検査シートを使って反応検査を行っていきます。人の感覚をたくさん使って味を調べたり比べたりする検査のことです。今回今川焼きのクリーム味と小豆味をまずは自分の感覚を使っていろいろな検査をしていただきます。その後で子どもか大人どちらかにターゲットを絞って、そのターゲットだったらどちらの味が好きだろうか皆さんで話し合って一つに決めていただこうと思います。今から中まで入ってご覧いただけるのですが、こちらパサパサ中肉には混じってます。